江戸川学園取出小学校は、茨城県取出市に所在し、小中高一貫教育を提供する私立小学校。設置者は、学校法人江戸川学園。江戸川学園取出中学校、高等学校は、約 1km 離れた西一丁目37番1号に、所在する。江戸川学園取出中学校、高等学校と共に小中高一貫教育を、 展開する小学校として、2014年、茨城県取手市に開校。1クラス30名の3クラス編成である。生徒の夢は、学校の目標を目標に、将来の国際社会に貢献できる優位な人材を育成している。リーダーシップ教育を推進するために、道徳教育、英語教育、国語教育、そして ICT 教育に力を入れている。 三年生以上では90分の総合学習がある。教科担任制を実施している。土曜日は学習である。放課後は、有料の講座や教室を開き、楽しく充実感のあるアフタースクールを提供している。通学時間、居住地域による制限はない。原則として、卒業者全員が江戸川学園取り出中学校、高等学校へ内部進学する。 スティーブン・アル・コビーチョの7つの習慣のプログラムを導入した、取り入れた、道徳授業を行う。英語を第2の母語と定義して、小1から学習する。6年までに全員英検3級の合格を目標とする。読書指導に力を入れる。独自の朝の読書タイムを設けるとともに、国語の時間割の中に読書指導の時間を設ける。 年間読書100冊を目標にする。漢字指導にも徹底する。すでに運動会、司法祭などの行事で交流している。鳥出駅、森谷駅からそれぞれスクールバスがある。また、学校説明会等でもスクールバスが運行する。ありがとうございます。